はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、キモリを書いていきたいと思います。ポケモンの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。そしてお知らせです。現在リクエスト投票企画を実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。目をグイッと上げて、で下をくるくるっと、で瞳を細い縦長の丸で描いて、ここちょっとハイライト入れます。で上にも白いハイライト入れて黒くしていきます。で目の横から頭をクイッと上げて、で横を通るようにスーッと下ろしてきて、で目のちょうどこの下のところぐらいから斜めに下ろしていきます。でもう一個ポコッとさせて、で鼻を前に出していきます。で口をグイッ、で鼻の穴チョンチョン、で右目は角度がついてるのでちょっとしか見えないです。でここからお腹ポコーン、手を横に出していきます。で手のひら、指をくるっと、先がプニッと丸くなってます。で右手も横にスーッと伸ばして、で大体高さはこれ左右で揃えます。で外側に向けて手を、でまた指の先クイッと丸く、でお尻まで背中からクイッと、で足、で足の先も丸く、で右足、右足はちょっと左足より斜め上に上げていきます。また指先くる、で尻尾、先をくるっと丸くして、黄緑と緑と黄色と薄紅色を使って打っていきます。で
まず黄色で目を塗っていきます。ここハイライト入れていきます。で目の下をちょっと濃いめに。でお腹を薄紅色で塗っていきます。緑で塗っていきます。で体を黄緑で塗っていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。